100÷9899 は、0.01010203050813213455。2桁ずつ見ると、前2つの足し算になってるってこと？フィボナッチ数列ってやつだな。90で壊れてない？一つ後ろが3桁になって100の位がはみ出ている。なるほど、仕方ないね。で、なんでこうなるの？ 100÷9899 はひとまず置いておいて、この小数、あるいはこの和を求めてみる。求められるの？有限の値に収束することを認めれば楽勝だぜ。認めていいか？どう見ても無限じゃないし、いいよ。で、どうすんの？ 0.01 倍してみる。2個ずれた。0.0001 倍もしてみる。4個ずれた。さて、次はどうするか？最初の式から2番目と3番目を引く。そうだな、そうすると最初の 0.01 以外全滅して、元の値の 0.9899 倍が 0.01 であることがわかる。0.01 を 0.9899 で割ると、100÷9899 と同じか。じゃあさ、こんなのはどう？平方数か？これも分数で表示できるが、ちょっと準備がいるぜ。準備？母関数を知った方がいい。母関数？例として、フィボナッチ数列の場合に戻るぜ。ここでは数列の i コウメに 0.01 の i 乗をかけてたが、0.01 ってのをやめて、x にしてみる。x？ これが何なのかはともかく、とりあえず数式として扱ってみる。こういう式を形式的別級数って言うぜ。形式的ってのは分かったかな？収束するかどうかは気にしないことにする。形式的なら、まあいいのかな？あと、この式をこの数列の母関数という。まあ、なんとなくわかるよ。さて、0.01 が x になってもさっきと同じような計算ができるな。0.01 倍と 0.0001 倍の代わりに、x 倍と x の2乗倍を引くんだね。これで元の式を閉じた式として表せるぜ。なんだこりゃ。でも、ここで x を 0.01 にしたのがさっきのやつ。だよね。もちろん。これとこれが同じってこと？奇妙に見えるかもしれないが、この式を 1-x-x の2乗倍すると x になるのは否定できない。まあ2倍すると1になるものを2分の1って書くのと同じかもね。じゃあ、平方数のに戻るか。この母関数を閉じた分数として表して、x に 0.01 を代入するぜ。表せるの？方針を変えて、もっと単純な母関数を分数表示してから、それらを組み合わせてみる。まずは、1111っていう定数数列の母関数から。これはフィボナッチのより単純そう。分数表示を求めてみろ。x 倍すりゃいいかな？これを元のから引くと、1だけ残るから。この式の 1-x 倍は1。つまりこの式は 1-x 分の1。かな？そうだな。ちなみにこの式で x に 0.01 を代入して小数表示すると、2桁ごとに1が現れるぜ。うまくいってそう。というわけでこの2つの式をイコールで結べて、両方2乗してみる。2乗？右はいいとして左は、単に同じものをかけるだけだぜ。かけるって、こう？ああ、実は単純かな。というわけで、1-x の2乗分の1っていう式は、1234っていう数列の母関数だったが、係数と指数が1ずれてるのが気になるので、両辺を x 倍したバージョンも書いておく。ちょっと綺麗になったね。だがこれはひとまず忘れて、1-x の2乗分の1にもう一度 1-x 分の1をかけてみる。最初のやつの3乗ってことだね。今度は左辺はどうなるか？またさっきみたいに掛け算すると、1たす 3x たす 6x の2乗たす 10x の3乗たすって感じかな。この式も、両辺を x 倍した方が少し見栄えが良くなる。さて、目的を覚えているか？なんだっけ？平方数を並べてできる小数を分数で表すこと。ああ、そうだったね。正直もうどうでもよくない？確かに私たちの興味はすでに母関数に移ったが、だからこそこの母関数を閉じた式で表しておきたい。そうかもね。さて、その目的はすでにほとんど果たされている。ああ、下を2倍して上を引けば出る？というわけで、これが0149っていう数列の母関数だぜ。この変な分数が、x に 0.01 を代入すると97299分の11100になるから、これを電卓か何かで計算してみろ。うわ、ほんとだ。さて、最後に母関数を違う用途に使ってみたい。違う用途？今求めた母関数に、0の 1-x 分の1をかけてみる。こう？そう。左辺を展開すると、こうかな。そうだな。で、例えば0の2乗たす1の2乗たす2の2乗たす3の2乗を計算したいとすると、この母関数を多項式として展開して、x の3乗の係数を見ればいいってことになる。はぁ、0たす1たす4たす9は普通に計算すればよくない？3に限らず、0以上のどんな整数 n に対しても同じことが言える。この記号は？右辺全体で、この関数を多項式として展開した時の x の n 乗の係数。なるほど。で、どうやって求めるの？まず、2つに分ける。ああ、そりゃそうだね。さらに、分子の x や x の2乗は無視して、
その代わり x の n-1 乗や x の n-2 乗の係数を見る。結局 1-x の4乗分の1を展開できればいいんだね。で、それは、さっき 1-x の3乗分の1を見たな。ああそうだった。もう一回 1-x 分の1をかければいい？できればそうしたいが、今回は避けた方が無難かもしれない。どういうこと？循環論法の恐れがある。ああ、これの計算に2乗の和の公式を使いたいけど、それって今の目標そのもの。というわけで迂回するぜ。1-x 分の1をいきなり4乗してみる。左辺を展開すると、例えば x の2乗の係数はどうなるか？ちょっと複雑じゃない？例えばこの4つをかけたら x の2乗になるけど、他にもいろいろあるよね。そういう選び方の数がそのまま係数になるから、2を4つの0以上の整数に分ける方法を数えればいいな。ああ、そうだね。で、それは2個のボールと3個の仕切りを並べる方法に対応する。結局5箇所から3箇所仕切りを選ぶから、ごチューズ3通り？2乗を i 乗に変えても同じだから、x の i 乗の係数は i たす3チューズ3だな。ちなみに、4乗を k 乗に変えると i たす k-1 チューズ k-1 だぜ。で、何やってたんだっけ？ x の n-1 乗や x の n-2 乗の係数を知りたかった。ああ、そうだった。じゃあ n たす2チューズ3と n たす1チューズ3を足せばいい？これを計算すると、ご存知2乗の和の公式が得られるぜ。新幹線で東京駅から品川まで来たようなもんだね。よかったらチャンネル登録お願いするぜ。ご視聴ありがとうございました。